どうもこんにちは、今日もこのチャンネルを見ていただいてありがとうございます。12月28日です。やっと自分の仕事の方も落ち着きまして、金魚と YouTube の方にちょっと数週間専念できるかなっていう感じの状況になってきて、います。という感じで、今日から正式に、来年の1月11日、12日ぐらいまではお正月休みということで長期の休みをいただいたんですけど、まあ休みとはいえ、ちょっと子供がですね何人かいるんで、結局普段の生活よりも結構ハードで、子供をですね、これまで忙しくて遊び行けなかった分、もう朝から晩までいろんなところを連れて遊びに、行ってるんですけど、その遊びに行ったついでに金魚屋さんに寄ったりして、動画を撮影させてもらったりして、自分なりの、楽しい冬休みを堪能していこうかなと思います。だから体はもうハードなんですよね。基本もう朝から晩まで子供は遊ぶので、じゃあこういう YouTube、 今が、12月28日の朝3時です。3時に起きてこういう風な自分の趣味をやって、多分この YouTube の動画公開が多分6時ぐらいなのかな、6時ぐらいにはなると思うんですけども、した後に金魚のお世話だったりなんやりして、また動画を撮ったり、次の YouTube の制作をしたりとかしてると、あっという間にもう朝の9時とか10時になってくると、さあもう出発の、遊びに行く出発の時間だってなってハードなんですよね。で、夜に帰ってきて、じゃあ何やするかってなると、もう自分はもう朝3時ぐらいに起きてるんで、結構もう眠たい感じになってるので、寝ちゃって、で次の日が来るっていう流れが多分もうずっとこの 2,3 週間は続くとは思うんですが、でもこれが楽しいですね。仕事ではない分楽しいですね。体はきついんですが、精神的にウキウキしてる、ような感じですかね。そんな感じで、今年が終わろうとしてるんですが、もともとこの YouTube チャンネル始めて、今年の春ぐらいまでに、チャンネル登録者数4月かな4月か5月かな5月ぐらいを目標にチャンネル登録者数1000人をもともと目指してた YouTube チャンネルなんですけど、浸透しないということで人気が出ないということで、この年末になっても1000人いけていなかったんですけど、久々チャンネル登録者数見ると、なんとそろそろ1000人いけるということで、本当に皆さん、登録してくださった皆さん、ありがとうございます。もともと金魚の村の YouTube チャンネルは、今これ第2期で、一度ですね、やめてるんですね。全部 YouTube チャンネル消した時期があって、第1期、一番最初に始めた時は金魚を飼い始めてからのスタートのチャンネルだったんですけど、結構そのチャンネルが、人気が出てというか、人気が出たわけじゃないですけど、結構短い期間で簡単にチャンネル登録者数、1000人ぐらいボーンっていって、なんか再生数の多い動画だったりもたくさん出たんで、すごいね。意外と やっていくと、続けていくと、YouTube ってこんなにチャンネル登録者数伸びるんだっていう、風に思いました。で、そうやってやって金魚飼育を楽しんでたんですけど、当時ですね。今じゃないですよ、当時です。コロナウイルスが出始めて、なんかちょっと日本中が第一番最初の緊急事態宣言が出た時ですね、もう日本中がなんかもう静まり返ってた時期に、ちょっとこんなことしてる場合じゃないっていうことで、さっき言ったように自分が子供4人いるからですね、で自分の仕事も一切なくなった状態なので、ちょっと金魚とかやってる、余裕なくなるんじゃないかなっていうことで、全ての水槽だったりもうアクアリウム道具全てですね、生態も金魚に関わるものすべて、愛好家の方に、お譲りしたんですね。お譲りというか売ったんですけど、で、もう未練が残るので YouTube チャンネルもそのまま消さずにいるとまた投稿したくなるので、それもきっぱり削除しまして、そういう感じで第1期の YouTube チャンネルは結構順調だったんで、今回第2期、結局ですね半年も経たずにもう金魚中毒者ですね、私はもう我慢できずに、金魚の方また始めてしまいまして、
まあ、半年とも持たず、金魚飼育の方また、スタートしました。で、それにあたって YouTube チャンネルを、また同じ名前で、金魚の村っていう名前で、再登録して、まあ、簡単に、また数ヶ月で、チャンネル登録者数1000人いくんだろうなと、思い、そんな安易な考えで、YouTube、動画投稿も再開したんですけども、まあ、こっからが大変でしたね。自分としてはもう3、4ヶ月、半年ぐらいでチャンネル登録者数1000人いってというイメージで始めたんですけども、蓋を開けてみれば半年どころかもう1年以上経っているのに、チャンネル登録者数1000人もいかないという状況が続いて、まあ一応、やはりそうですね。やっぱ一度諦めたらやっぱり状況がリセットされて、なかなかですね、やっぱもう当時思ったのは、やっぱもうコツコツ続けていくことの大切さっていうのをですね、本当、第1回目の YouTube チャンネルを消したことをずっと後悔はしてたんですけども、ただ、まあそれで心折れることなく、これまでで、これからもですね、またコツコツやっていくことで、ね、大きなものにもしかしたら変わっていくかもしれないんですけど、まあ続けるっていうことが大切ですね、どんなことでも。まあ、しかし今年の春を目標にチャンネル登録者数1000人を目指してやってたものが、この年末になっても1000人いけてないという状況はちゃんと反省しなくちゃ、いけないところで、ちょっとやっぱ動画投稿にずっと手を抜いてたというか、まあ、手を抜いてたわけではないんですけども、あくまでもこの YouTube チャンネルというのは自分の飼育記録をただただアップしていくチャンネルではあるんですけども、さすがにちゃんとその YouTube、YouTuber さんっていうんですかね、YouTuber っぽい動画もたまには上げていかないと、自分結構動画編集とか得意なんですよ。得意なんですけども、やってない。特に最近の動画なんかただ撮って出す。こういうアフレコで声を、吹き込むこともせずに、ただ動画で撮って出すっていうことを続けて、言ってたので、まあそれは見てる人は面白くないかなと思って、はいたんですけど、まあ案の定、あまり反響がない YouTube チャンネルにはなっています。ということで、まあ来年の目標としては、ちゃんと YouTube 作るってことがまず一つですね。で、まあ、いくつか来年の目標だったり、考えてる企画だったりっていうのが、いくつか構想がもう頭の中にあるので、少しずつ情報をリリースしていきたいなとは思うんですけども、とりあえず来年からは、YouTube の方しっかり、編集して、作っていきたいと思います。その合間に自分の飼育記録っていうのを、もう残していきたいので、シンプルな動画っていうのもたくさん、アップされてくるとは思うんですけども、まあ、月に一度ぐらいは、またちょっと長編の第2話、第3話とかなるような企画っていうのを、作っていきたいなと、現時点では思っています。まあ、まずはこの年末年始でちょっとチャンネル登録者数1000人いくように、ちょっと動画をちょこちょこ自分こう、この年末年始時間がね、少し余裕があるのでアップしていきたいなと思います。ちょっとこの年末年始の動画はしっかりと編集はもしかしたらできないかもしれないんですけども、まあ、ちょっと、量より質、あ、違うか。質より量ということで、ちょっと多くの動画をアップしてね、年末年始たくさんもしかしたら見ていただく機会が多いんですかね、年末年始って。逆に忙しいんですかね、見てる方って。まあ、とにかくちょっともう、とりあえずチャンネル登録者数1000人を、この数週間でいけるように、まず、頑張って動画投稿していきたいと思いますね。ちょっと動画が終わってしまいましたので、ちょっとまた、新しい動画撮って、アップさせてもらいます。そんな感じで、ありがとうございます。